ここの発達はまだ気にせんといてね。みたいに真面目に来たら絶対こうなるから。で、その、ローマ字、ゲルマンね、オーディンの。これはね、結局オーディンが遺伝子を発明したんだけど、あのルーンを作ったのはそのオーディンの子孫のオーディン。第何代か知らない。7代ぐらい。第7代ぐらいかな。そのオーディンが作った。それは染色体の形を迷ってあった。まあまあ、染色体のプラン全部書き合ってるんだ。実際は、Y と X しか今使ってないけどね。例えば、ソエル、シゲルと言うけど、シゲル染色体の計画があって、Y 染色体と同じ数でできるでしょ。うちら女は、そのキートっていうね、ジュネー、ヨネピア、キュベルなどのね、別の言い方もあるけど、ジーっていう中国はね、ジーベンって X、X から頭文字、ね、X ジャパンみたいな。ジパンが、ね、X。ジーって、ね、クスって言うの、ジュって言うの。ジーメッセージだな。さて、結局その、ソエル、シゲル遺伝子の予定やった、バルゴリアね。だから石橋シゲルさんがバルゴリアって言ってるのね。実際は Y 染色体なんですよ。ね、で、今後、どう染色体になっていくか。Y 染色体がやっぱり男性失格やったから、愛にも戻らない。愛は恐竜の時代なんです。実は。で、次はパラスって言ってました。パラスになったら X と数が一緒になるよね。だから、どういう男性になっていくのかな。まあ、サイ、パラス。サイっていうことかな。要するに、ギリシャ文字のサイ、あの形に、まあ、サイ染色体っていうね、パラスって呼んだんだよね。アテナの持ってた、ミツマトの槍のことパラスって言うでしょ。それはサイの形にしてたって、ね。それは栄。栄の森。栄穂子。男の人が使うときは栄。女の人が使うときは栄。ほうきも栄って言うんですね。荒はばきも。アラホウキですね。こちらボウキ。枝ボウキと、枝ボウキっていうか、ね。あれがアラホウキ。で、まあ、その、染色体、Y 染色体を X にするには数が足りんから、他の人から持ってくるから、おかしな記憶を持つ、スタイルができてしまうっていうことね。で、まあ、なんかのそのメンツで提唱を重ねたら、まあ、おかしくてもなんともなくなって、まいししてるよ、もちろん。そんな昔のこと思い出さなくて、いいこと多いし、それ解決できないことをいつまでも思い出さなかったんだけど、ね。で、X 染色体も Y にすること、減らしたらできるよね。X とは理由があったらね、これがアダムとイブの神話、左脇は運命なんですね。X の左下のことを左脇腹を取って、イブに与えた。Y に与えたら Y が X になって、Y になりましたっていう逸話で表してるんですよね。そやけど、ちょっと、できへんはずやねん。つまり、偽の Y であるアドムからは、精子が、精子生産できへんですし、偽の X であるエヴァからは、卵子が生産できへんはず。だから何かに共有してたはずね。実際、イザナギザアメなんですよ。何かに共有してる話。